では、本さんの、録音を聞かせていただきました。すごく上手でした。驚きです。びっくり。特にですますはもうしっかり読めてましたし。はい。一度聞いてみましょうか。はい。ちょっと待ってくださいね。自分の声聞くの少し恥ずかしいですね。はい、ちょっと恥ずかしいです。全然でもね、恥ずかしがらないでくださいね。とても上手人だ。口が80億人になる。世界では平均の寿命が長くなって、亡くなる子供が減って、人口が増え続けています。国連は世界の人口が11月15日に80億人になると言っています。国連はこれからも南アジアやアフリカなどで人口が増えると考えています。インドでは来年人口が中国より多くなって世界で一番になりそうです。アフリカでは2050年までに人口が20億人になって、世界で4人に1人がアフリカの人になりそうです。反対に日本など61の国や地域では2050年までに人口が1%以上減りそうです。世界の人口は増えるスピードが少しずつ遅くなっています。国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えています。はいはい。あ、でね、この聞いたところを、ちょっと、ここが気になるなというかね、ここを直すとすごく良くなるなっていうところを、ちょっと紹介というか、伝えしたいと思いますね。ちょっと待ってください。でも、今、音声を聞いていても、すごくスムーズに、内容が入ってきました。私自身も。すごくいいなと思いましたよ。ありがとうございます。で、で、さっき、ハヒフヘホが苦手だっていうふうにおっしゃられてたんですけど、これちょっと画面小さいですか？あ、大丈夫です。これぐらいかな？これぐらいがいいですね。OK ではす。い。はい。で、聞いていた内容で、右側の、全文の赤い字になっているところが、今日ちょっと修正というかね、発音の練習したいなと思うところです。で、全体的に聞いていると、この左の黒板の絵のところにある、ラリルレロと、ドですね、の発音が、ちょっとね、例えばラリルレロのところのラが、ラってこう、巻いている、ラってなってしまっているところがありました。で、本文にもあるんですけど、例えば1文目、世界では平均の寿命が長くなって亡くなる子をどう思うの、どうのところも、どうって言ってるのか、ろうって言ってるのかっていう、ちょっとこう、どっとこう、点々がついた音になっていないように聞こえたので、ここをちょっとゆっくり修正していきたいと思います。で、星の2つ目が、寿命、これからも反対に可能性っていう、この4つの言葉は、ちょっと、音程、発音の仕方かな？のアクセントの仕方が、気になったので、ここを、話していきたいと思います。はい。まずはですね、一つ目の寿命っていうところなんですけど、前回多分、授業っていう言葉を、授業っていう言授葉業。を、お話の中でしたときに、授業っていうふうに、授業をちょっと伸ばしてたと思うんですよね。それと同じように、この寿命も、寿命ってちょっと伸ばしてたんですよね。なので、ここは、寿ってしっかり短く聞いて、寿命、言ってみてください。寿命。寿寿命。命。これは寿命ってなってたので、寿命が長くなってですね。全体的に、なんていうか、まあ私の出身地もそうですけども、いろいろな、アクセントの付け方というか言葉はあるんです。日本の中でも。あるんですけど、まあ、その中でも、やっぱりここはちょっと違うかなっていうところを今日ピックアップしているので、例えば、
人口って言ってたと思うんですけど、まあ、ニュースとか本来は人口って言うんです。でも人口で全然伝わるので、そこは今回修正には入れていません。はい、はい、そういうのもいろいろとあるので、今日はこの赤字だけちょっと中心に見ていってください。はい、はい、世界では平均の寿命が長くなって亡くなる子供、子供って言いづらいですか？子供、子供、あ、大丈夫ですね、うん、子供が減って、うん、人口が増え続けています。国連っていう言い方も実はちょっと気になったんですけど、今回赤字にはしていませんが、国連って言ってたかな、国連って発音でお願いしますね。はい、国連は2つ目、はい、国連の、国連は世界の人口が、世界の私入れてないですね、左側に。世界の人口が11月15日に80億人になると言っています。で、この1文ですね、あ、2文ですね。世界では平均の寿命が長くなってから80億人になると言っていますまで一度読んでみてください。はい。世界では平均の寿命が長くなって、亡くなる子供が減って、人口が増え続けています。国連は世界の人口が11月15日に80億人になると言っています。はい、 OK です、よくなりました。はい、ありがとう。寿命は OK ですね。子供もしっかり聞こえてました。どう、次ですね、次の文ですね、はい、国連はこれからも、これからも、これからも、はい、本さんはこれからもってなってたと思うんですけど、これからも、これからも、うん、国連はこれからも南アジアやアフリカなどでのこのどうもですね、ちょっとなろれみたいな、ちょっと、ね、言いづらいですよね、などで人口が増えると考えています。この一文にちょっと読んでみてください。国連はこれからも南アジアやアフリカなどで人口が増えると考えています。うん、OK です。国連はこれからも、これからも南アジアやアフリカなどで人口が増えると考えています、うん、例えばあのこれからももいろんな言い方もあるんです。例えばこれからもとか、これからもとか、これちょっとしたニュアンスの違いはあるんですけど、あの極端にこれからもってなってしまうとちょっとこう違和感を感じる、うん、なので少しこうフラットに帰れたらいいかなと思います。はい。次の行は大丈夫でした。インドでは来年ね、はい、人口が中国より多くなって世界で一番になりそうです。アフリカでは2050年までに人口が24億人。このね、24億人、ちょっと録音のところで4が抜けていたかなと思うので、ちょっと赤字にしたんですけど、はい、あの一度、まあ、ここは読んでみていただけますか。はい、アフリカではからでいいです。アフリカでは2050年までに人口が24億人になって、世界で4人に1人がアフリカの人になりそうです。うん、 OK です。はい、で次の反対にもそうですね、反対にってなってしまってたので、うん、反対に、反対に、はい、うん、反対に、日本など61の国や地域では2050年までに人口が 1% 以上減りそうです。反対に、そうですね、さっきのこれからもも一緒ですね、はい、これからも、反対にって同じアクセントになってたので、これからも、反対にって同じ感じです。一度読んでみてください。もう一回、すみません、反対、okay. 反対に、反対に、あ、反対に、あ、そうですか、にとかもとか下の方に、発音することですか、にじゃない、にですかっていうのは、反対にはダメですか。あ、いいですよ。あ、そうですか。ホンさんは
2じゃなく2のところではなくて反対のタが下がってたんです。反対にって。ああ、なるほど、うん、はい、わかった。2は全然 OK ですよ。なので反対にってこうタのところをちょっと上げてください。あ、はい、わかりました。反対に日本など61の国や地域では2050年までに人口が 1% 以上減りそうです。世界の人口は増えるスピードが少しずつ遅くなっています。うん、 OK です。はい、最後ですね、この可能性っていう言葉も同じようにちょっとあれですね、言葉の真ん中が下がる癖があるのかな。これ、うん、録音はやっぱり1行ずつ聞きながら修正した方がやりやすいですね。最後の方があるとは減り始める可能性があると考えています。わかりますか。可能性はダメですね、うん、可能性ってなってるんですよね。うん、ここ可能性、可能性、うん、可能性があると考える。ではここもう一度いきますね、はい、国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める、ここです、可能性があると考えています。可能性があると考えています、うん、可能性、一度読んでみてください。国連はから読んでみてください。国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えています。もう一回可能性言ってください。あ、そうですか、もう一回ねダメとかじゃなくて復習です、うん、はい、国連は2080年頃に世界の人口が104億人になった後は減り始める可能性があると考えています。うん、可能性、ちょっと可能はうって言わないんですけど、可能性になってしまうので可能性少し伸ばす感じです、はい、少し細かいことを言うと、うん、減り始める可能性があると考えています。うん、OK です。はい、とてもいいです。ではですね、少し、この記事について、質問をしたいと思います。はい。口頭で大丈夫ですか？口頭というのは文を見せなくて、言葉で聞いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。では聞きますね。人口が増え続けている理由は何だと思いますか？人口が増え続けている理由は平均の寿命が長くなって亡くなる子供が減るからです。どうして平均寿命が伸びているんでしょうかね。どうしてですかね、うん、なんか最近は皆さんは、うん、栄養がよく、うん、収集できたり、環境の問題が良くなるから、うん、いいと思います、うん、寿命が長くなると思っています。なるほど、栄養をねたくさん取ることができる、まあ、栄養が豊富な食べ物が増えたっていうこともあります、はい、そうですね、栄養の、また環境がいい、うん、栄養が豊富、うん、あと環境が整っている、うん、いいですね。もう一つ質問しますね、はい、人口が増え続けるとどのような問題が発生すると思いますか。そうですね、まず環境の問題になると思います。人口が増え続けていると、うん、なんか水とか、うん、空気のフレッシャーとか、うん、なんか悪くなるかなと思うので、一番問題なのは環境かなと思っています。なるほど、人口が増えると環境問題が問題が大きくなってくるんですね、はい、確かに森が減っていくことや川の水が汚れてしまうとかゴミが増えてしまうとか、そういうところはすごく問題になってきますね、はい、なるほど、
では本文についてちょっと聞きたいんですけども、来年世界で一番人口が多くなりそうな国はどこですか？インドです。インドは、インド、はい、インドは来年人口が中国より多くなって世界で一番になりそうです。そうです。インドへは行ったことがありますか？私はまだ行ったことがありません。私もありません。はい、人口が中国よりも多くなるとなると、やはり国の面積は中国の方が大きいので、人口密度が高くなりますね、うん、また様々な問題が出てくるのではないかなと思います。そして2080年頃には世界の人口は何人になりそうだと考えられていますか？2080年までに世界の人口が104億人に、なるそうですね。はい、あと24億人も増えます。そうです。はい、人口が増え続ける問題として、本さんは環境のことをすごく問題になるっておっしゃられてましたけども、私は食べることがすごく好きなので、食べ物がなくなるんじゃないかなって思います。そうです。みんながお寿司を食べたり、みんなが果物を食べたりとかして、この世界で食べ物がなくなってしまうんじゃないかなって心配になりました。はい、ありがとうございます。日本語の自然な言葉も聞けました。それをね、真似して練習します。はい、ありがとうございました。今日は、今回のテーマ、世界の人口が80億人になるというテーマで、宿題をしていただきました。今日、修正というかね、お直ししたところは寿命と、この世界のっていうところは何度か聞いてもまあ大丈夫だったので、ここは気にしないでください。寿命とこれからもと反対にと可能性ですね。もう一度最後復習してみましょうか。寿命、寿命、うん、ここが寿命ってなってたので、はい、寿命ですね、はい、寿命、うん、寿命、うん、これからも、これからも、反対に、反対に、可能性、可能性、うん、で、あとはラリルレロですね。先ほど聞いていると、ちょっとどこのラかなと思ったら、来年のラでした。ラってなってたのは。難しいです。はい。来年、いいですか？来年。うん。来年。来年。うん。来年。あと、童話、大丈夫でしたね。何度か。はい。また、お家で今日の復習ということで、この赤字のところと、まあ、授業中に話したところと、繰り返し練習してみてください。はい、ありがとうございました。はい、では今日これで今日の授業終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。